こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今日はですね、こちらにあるカバーなんですけど、ちょっとレトロな感じなんですけど、本当にレトロで40年ぐらい前のものだと思われます。これはね、ピアノカバーなんですね。あのアップライトピアノのカバーなので、これだけの、ちょっと少しだけタランと出てる感じになるんですけど、これをね、洗いましたね。で、洗った中で分かってきたことがね、一つありましてね、まあ、40年ともなるとっていう感じなのか、洗った時にもしかして損傷があったのかってことなんですけど、穴が開いていましてね、ここですね、このように擦り切れて穴が開いていました。これが洗濯ネットに入れてね、洗っていたので、弱っていたところがもしかしてお洗濯によった脱水で破れたかもしれないんですけど、とにかくこれをちょっとお直ししていきたいと思いますね。どのように埋めていくのか、ここをですね。で、裏側なんですけど、こういうやつで、おそらくこれ金華山織りってやつだと思うんですね。椅子カバーとかね、そういうのに使われるインテリア的な素材の、こういうなんか毛羽だった感じですね。ちょっと高級感ありますよね、つづりとして。ポリエステルだと思うんですけれども、洗った時の変化がね、それほどなかったのがポリエステルの良さですね。ちょっとこんな風になってしまったので、こちらからね、布を当てる感じがいいのかなとちょっと思うんですけど、ちょっと工夫してなんか考えてみたいと思います。はい、まずですね、裏側、ここのこんな風に開いているここにですね、白い、ニット芯、これを貼ってみたいと思いますね。もう手探りでやっていきたいと思います。はい、なんかこんな風に3枚重ねて貼りましたね、とりあえずね。そうすると表からこんな感じですね。ちょっとこれをなんとかしなければなりません。それでこんな風にベージュのこのこれになんかそっくりな生地、サテンですね、テカリもあって、ちょっとこれのパーツを、ちょっと柄入ってったところを避けて、無地のところをちょっと切り抜いてみました。それで、四角いのをこれ貼り付けちゃうと、ちょっとバンドエイド貼ったみたいになるから、少しスタイリッシュにしていこうかと思います。なんかこんな感じに四角いのを多角形に折ってみましたね。で、これは当てて型紙でこんな風にちょっと形切ってきます。ちょっとはみ出てるところはなんか調整しちゃって、これ短くしたりしてやってきます。はい、これね、この形に沿ってこれを切りまして、ここの端っこをちょっとね、折り込んで、ほんと一つのプレートにしていくんだけど、ちょっとこれに真珠を貼りたいと思います。真珠を貼ってやりたいと思います。はい、じゃあこれ接着芯貼りましたので、ちょっとしっかりしてきました。はい、表にもね、接着芯を貼ったんですけど、どっちみちこれ隠れるんで、これでただくっつきが悪いですね。それで、あとこれ縫い付ける時に裏にですね、これもいずれ取れちゃうと思うんで、ハード薄陣を当てたいと思う。ハード厚陣にしようかな、薄陣がいいかな、それを当てたいと思いますので、ちょっとね、いろいろ重ねますけど、それで仕上げにしようかなと思っておりますね。皆さんにやるとこちょっと映してないんですけど、こういう風にさっきアイロンでかけたところを押さえながら固定した方が最終的にやりやすいんで、それで縫い付ける時にこれの上をなぞるようにステッチしていくっていう風にやるんですね。じゃあこれを当てて、待ち針打ったりして、で、裏にハード薄陣当てて固定してっていう感じで、ハード薄陣に貫通するようにやって完成したいと思います。まあいいかどうかわからないんですけどね、これおそらくですね、てっぺんのところなので、表には見えないところだと思うんですよね。何かで隠すとかできると思います。で、表こんな感じ、多角形なので、真四角でバンドエイド貼るよりちょっとなんかスタイリッシュになって馴染んだかなと、ちょっと多少ですけどね。で、裏側はこういう風に2つに折った、ハード薄陣も1枚ちょっと足りないかなと思って、今度ハード厚陣の方にしちゃうと硬すぎて布が引っ張られて布が負けるので、その辺のバランスをとって、ハード薄地の2枚仕立てでやってみました。あとここ縁っこね、ハサミでカットして、これで終了ですね。カットしたらこんな感じで多角形に同じように出来上がりましたね。まあまあすっきりしましたね。はい、そうしますとね、ピアノにかけるとこんな感じのとこが映るので、ここ問題ないので、さっきのところというのはここですね。これがてっぺんに行くのでね、ほぼ目には映らなくなりますけど、まあ、こんなお直しの仕方の補修として一つ例ですね。ただですね、たらればを言えば、一番最初に
糸がこんな風にシャーって出てた状態、あの状態でもう少し見えないところで最初に接着芯とか貼る前に糸でちょっと縫ったりして補強をする、なんか網の目のようにこういうふうに糸を橋渡しして格子状にっていうかね、なんかそういう作業をしてもよかったかなと思っています。その時には気をつけないといけなくて、糸目がこういうところに出たら意味がなくなっちゃうので、出ないようにその範囲内でやるってことですけどね。はい、さっきのスカスカよりどうですか。これね、何をやったかって言いますとね、強度を高めました。ここがパカッと割れていて縦に線走ってたんだけど、その糸残したまま、あの同じようなね、この糸ね、こういう同じようなクリームベージュの糸の色を針に通しましてね、でこっちからあのこういうふうにグシグシグシっていう感じで、あのこう糸を伝いながら絡ませながら、こういうふうに橋渡ししていく、こう線路みたいにこういうふうに作っていく感じ、これをこの範囲内でやったわけですね。で一つこっちからやったのと、あとこっちからもやっていくということをやりましたので、両方ともね、あの面がね一応覆われた形になってるんですよ。ごめんなさい、ちょっと見にくいですけどね、面が覆われた形になってちょっと閉じた。だけどこれ注意しないといけないのが、ギュッと閉じすぎるとシワ寄っちゃうので、あのゆるーく糸をゆるーくして、ほんと元のあった面積は確保しながら、ゆるーく引っ張りすぎずに、引っ張るとどこまでも閉じることはできるんだけど、それは綺麗じゃないので、ゆるーくやって、でちょっと補強を継ぎ足す感じかな、なんかそんな感じでやっていいんだと思います。そうやってやりましたね。ここの時に真珠を貼ってもやってもいいんだけど、綺麗なのはこの後に真珠貼った方がいいのかなとかちょっと思ったりしましたね。はい、ではこれでこの作業に関しては終わりますね。はい、そしたらですね、伸び止めテープの、まあ、平でもバイセグどっちもいいと思うんですけど、平使ったんですけど、それを2つばかりですね、あの芯地って接着芯でもいいと思いますけれどもね、ここを覆う形で、1つだけだとちょっとはみ出るかなと思ったので2つを重ねながらなんかやりました。で表側もあのやっていきます、この後ね。はい、これ表側からですね、黒い伸び止めテープを貼りましたね。白でもいいと思うんですけどね、あのですね、接着芯と比べるとニット芯で貼ってみたんですけど、あんまくっつかなかったんですよね。伸び止めテープの方の糊の方が粘着力がいいのか、こっちの方がいいなと思ったし、簡単ですよね、カットバンとカットすればいいだけなんで、伸び止めテープおすすめですね。さっきのタラレバをタラレバとも言わないという、もうこれで思い通りにやったんだと、納得したんだっていう風にするためにもう一度やり直しました。これも裁断し直しです。大きくなりましたね、前より。で、あのそういうことです。伸び止めのちょっと透けてますよね、伸び止めテープを貼った、最初は真珠でやったんだけど伸び止めテープでやり直したっていうこととかね、これ2つやったことで伸び止めテープの方がいいなってことが言えるわけですよ。やっぱりね、はみ出しにくいですね、真珠よりね。真珠をこんなに細かくカットするの大変ですから、まあ、ちょっとしたことですけど大変なんですよ。伸び止めテープだとこうパチンって切ればいいので、持っていればこっちの方がいいかなっていう感じですよね。ちょっと前より型紙は大きくなってます。前ちょっとはみ出しギリギリだったところもあったんで、そういうところも考えながらこうやってやったわけですね。あのすごく満足できるものになったかなと自分では思うので、あのやり直しってそんなに無駄なことではない、後のことを考えるとなんか引っかかりはなくなるかなって思いますね。ということで、ちょっとその分、この分やり直しの分がちょっと長くなった動画になりますけど、出来上がりました。こんな風です。黒でもいいかもしれないです。これ黒い生地があったら黒でも悪くないなと思うんですけどね。こういうオレンジの色でもいいかもしれないんですけどね。とにかく馴染む色でわからないようにやるっていうことと、ちょっとここまで大げさな、あのものすごい主張がある感じでやれたのも、位置がね、あの目立たない位置だったからっていう感じで、もし目立つ位置にあるんだったら、最初の黒の伸び止めテープを、あれをちょっともうちょっと工夫して、あの細さで、目立たないあのちっちゃい面積で、あと端っこあの縫い付けるとかしたりとか、でもあれどっちみちめくれてくる可能性があるんでね、
なのでちょっと黒い布がまた別でいる補強するぐらいならまあかぶせちゃうっていうふうにしたんですけど、いろいろやり方はあるとは思いますね。はい、ではこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。